環境地震被害バイオサイエンスデータベースセンターの箕輪と申します。今日は私どものセンターが一応主催ということで、生命科学のデータベース活用法2019ということで、ここ3年ほど同じようなセッションさせていただいているんですけど、私どものところのプログラムでいろんなデータベースを作っていただいている先生方に各自のデータベースをご紹介をいただきます。でちょっとバイオサイエンスデータベースセンター の, ご紹介だけさせていただきたいんですけれども、JST の中の一つのセンターで、情報基盤の強化というのが JST の, ミッションの中に一つにございますけれども、その中でも特化してですね、生命科学分野のデータベースを使いやすくするということをやっております。でその際に、いくつかこういった4つほどの、ミッションが私のセンターの中にはありますが、その中の主にファンディングプログラムですね、ここのところの先生方に今日お話をいただくということになっております。で、ファンディングプログラムの詳細はですね、今日お話しいただけない先生方もいらっしゃいますが、お配りしているパンフレットの中に詳細書いてございますので、後からもご参照いただければと思います。で本日紹介するデータベース等ですが、プログラム通りに一応並べてあります、それぞれまたご自分で最初にタイトルとか言っていただけると思うので、ここで詳細は発表いたしませんが、こういった先生方に今日はお話をいただくということになっております。